アーケオシリスは、古生代石炭気候期の3億1130万年から3億920万年、前に生息していた、単ユミ類。単ユミッツが、万竜木、新万竜暗木、オフィアコドンカ。知られている限りでは、最古の単ユミ類である。頭蓋長、約9センチメートル、体長は60センチメートルから1メートルほどの、イグアナに似た生物であったと思われる。 極めて原始的であるが、側頭化を持つなど万流類としての特徴を持つ。顎は強く、同時期の原始爬虫類などよりも大きく開いた。また、初期有用膜類の中では、比較的大型で、昆虫などの他に、原始爬虫類など小型の有用膜類も捕食していたと言われる。アーケオシリスは、石炭期のノバスコシアに生息していた。当時のノバスコシアは、 現在のフロリダ州、エバーグレーズと同様の湿地帯であったと言われる。彼らは、林木、風陰木などの巨大なシダ類によって形成された大森林に生息し、昆虫や小型の両生類、有用膜類などを捕食していたと考えられている。これらのシダ植物は40メートルに近いものが存在し、中には、立ち枯れて株の内部が空洞になったものが存在した。 その中から当時の小動物の化石が発見されているが、これは中に落ちた彼らが脱出できないままが死し、そのまま化石化したものである。アーケオシリスの化石はその中から発見されたものの一つである。他にはヒロノムスやペトロラコサウルスなどの爬虫類が同様に発見されている。カナダ、ノバスコシア州のケープブレトン島より化石が出土。ありがとうございます。